天草郡嶺北町にやってきました。いやー、見てください、綺麗な海、そしてね、今日天気がいいんですよ。気持ちいいですね。いや、早速ですけど名人に会いに行きたいと思います。あ、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今回の名人はこの道10年採津有機農法研究会の大仁田さんです。今日はどんな野菜なんでしょうか。夏バテ防止にもなる野菜ですね。なんだろう、水分たっぷりのきゅうり。ブーです。ブー、違うか。緑色でネバネバした。はい、オクラ。そうです、オクラですね、はい、大好きです、はい、今回の食材は夏に旬を迎えるオクラ。羽自体がネバネバするんですね、はい、さらに夏バテ予防の農家レシピもご紹介します。すごい弾力。こちらが畑になります。これがオクラの畑ですか。はい、名人、オクラってこうやって上向きになるんですか。はい、そうです。あ、初めて見ました。天草地方のオクラの生産量は県内1位。その最大の理由は暖かい気候にあるといいます。天草は温暖で霜が降りにくいんで、はい、うんうん、3月の中旬に種まきをして、はい、で3月の下旬には定食できます。それって一般的には早いんですね。一般的にはもう4月に入ってからですね、そういった作業を行われますんで、他の産地よりは早めに出せる、うんうん、さらに名人の畑にはある特徴が。この場所って、この両サイドはお米ですか。そうです、田んぼです。田んぼ。オクラには水がとても必要なんです。これってもしかして連作障害を避けるために、はい、そうです。そう、連作障害とは同じ圃場で繰り返し作物を作ることで生育不良になること。それを防ぐためにお米とオクラを交互に収穫します。そんな土壌には水をたっぷり含んでいるので、大きくて柔らかいオクラが育つんです。めちゃくちゃ大きいですよ。いいですか、はい、さあ収穫しちゃいます。この辺から長めに、はい、チョキンと、はい、そしてこの辺から、はい、はい、チョキ、はい、わー、はい、綺麗、初収穫です。オクラは1日でも収穫が遅れると成長しすぎて実が固くなり食べられなくなってしまいます。それを防ぐための収穫のタイミングとは。夜蒸し暑いとですね、はい、オクラはスーッと伸びます。そういったのを考えて天気予報を見ながら、はい、うちではですね、花が落ちてから、はい、まあ、1週間以上経った大きいやつをですね、はい、あの収穫してます。そのオクラの花にもある秘密が。 これがネバネバするんです。花自体がネバネバするんですね、はい、オクラのネバネバはムチンと呼ばれる成分で、人が持つ粘液と同じ成分なんです。つまりオクラを食べることで内臓や胃腸の保護になり、食物繊維なども多く夏バテ予防につながると言われています。さあ、ここからは名人の奥様と一緒に絶品の農家レシピを作っていきたいと思います。きみこさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはどんなお料理を作っていきましょうか。はい、まず豚もも肉とオクラの2色巻きを作っていきたいと思います。2色巻き、はい、材料はこちら。豚もも肉とチーズ、梅肉は2種類の味変に使用。まずは塩コショウで下味をつけて生のオクラで巻いていきます。あ、やっぱり夏バテ予防に豚肉はいいですもんね。これで一応チーズ味ができました。はい、続きまして、じゃあ梅肉の方でいきたいと思います。はい、梅肉はもうお好みで、あ、たっぷり入れたい人はたっぷりでも、はい、ですね。はい、あとはひたすら巻いていくだけ。この作業は簡単で楽しいですし、どなたでもできますよ。あと
仕上げは焦げ目がつくまでしっかり焼いて水を入れます。はい、蒸し焼きにするわけですね。蒸し焼きにします。はい、はい、開けます。パカーン。おー、わー、まあ、なんかちょっとオクラの色も鮮やかになりましたね。この時強火で水分を一気に飛ばせば豚もも肉とオクラの二色焼き完成です。肉と野菜が同時に取れるっていいですね。そうですよね。続いて農家レシピ2品目は七夕おやきを作っていきたいと思います。七夕おやき、はい、このレシピはオクラの断面が星に見えることから七夕をイメージした特製のお好み焼きです。そしてオクラ農家ならではのこだわりが、このノロノロの成分っていうのは、はい、水にとっても溶けやすくって、はい、ミキサーをかけると、うん、こんな風にドロドロっと小さく食べやすいように刻んで中に練り込んでお焼きという感じで、うん、次に卵、だし醤油、薄力粉を混ぜ合わせます。さらに追いオクラをして炒めた豚肉を投入すれば粘り強い生地の出来上がり。ここからは野崎さんが焼きます。重いですね。すごい弾力。最後は生地の両面をしっかり焼けば七夕おやきの完成。ちなみに天の川をイメージして野崎さんがデコレーションしました。もう一品さっぱり酢の物も添えて、さあここからは名人も合流してランチタイムです。バイクの香りがですね、はい、うん、アクセントでいいですね。お肉のジューシーさとシャキシャキ感が残ってるこのオクラが食べ応えありますね。肉の柔らかさとオクラのシャキシャキとなってですね、でそれにチーズの風味が相まって結構美味しいですね。続いては七夕おやき、そのお味は？これだけオクラを感じるけど、うん、青臭さとかは全くなくて、本当もちっとふわっと、うん、本当すごく柔らかくて、うん、で豚肉のですね、はい、ちょっと焦げたところもカリッとして美味しいですね。締めは天草さんタコがちょっと贅沢なきゅうりとオクラの酢の物を美味しくいただきました。そして今日は七夕だということで名人に願い事を聞いてみました。お願い事はですね、作ったオクラがですね、うん、たくさん皆様に食べていただいて、うん、売れることを祈っております。はい、ちなみに奥様に何かお願い事ありますか？お願い事ですね、もう叶ってます。おお、叶ってる。幸せってことですか？はい、最高ですね。いや、今日は本当一日ありがとうございました。ありがとうございました。本当遠いところ。